前回までのドラゴンクエスト5。幼い主人公アベルは父親パパスに連れられ探求の旅に出ていた。物語は長い航海中から始まる。2年にも及ぶ旅の末に、親子がかつて拠点として生活をしていた村サンタローズへと帰還する。留守を預かっていたパパスの従者サンチョに出迎えられ、自宅へと戻ると、パパスの友人であるダンカンの妻、そしてその娘ビアンカが訪問中であった。ビアンカとはアベルがサンタローズの村に滞在していた時期に知り合った幼馴染であった。今回サンタローズへと来た目的は、病気を患ったダンカンの薬を求めて隣町アルカパから来たという。しかし薬の調達を依頼したサンタローズの薬屋の親方からの音沙汰がなく、困惑するダンカンのおかみさん。アベルは困惑するおかみさんや薬屋の弟子の言葉を受け、村の洞窟へと向かい、行方不明となった親方の捜索を決意する。様々な困難に直面するも、孤軍奮闘の末、ついには親方を発見、救出する。滞っていた薬の製作も、原料を入手したことで無事再開することができたのであった。こうして、アベル初の冒険を終える。翌朝、薬を手に入れ、アルカパへと帰ることになったビアンカと母親。魔物が徘徊する中、女性だけで帰ることを危惧したパパスは、二人の護衛につくことに。パパスからの誘いもあり、アベルも、隣町アルカパに同行するのであった。